どうも、ゴルフの水谷です。いつもありがとうございます。今回は質問をいただきました。ドライバーでもパンチショットみたいに打つのはいいんですか、できますか、そういう質問をいただきましたので、それについて回答、答えをしていきたいと思います。結論から言うと、それはできます。ですが、少し補足したい部分がありますので、今回動画にしていきたいと思います。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん、本当にありがとうございます。皆さん、本当に楽しいですよね、ゴルフ。ありがとうございます。そして動画を見てくれている皆さん、今回はドライバーショットでのパンチショットになりますから。では、早速いきたいと思います。まず、パンチショットとは何ぞやというところを少し補足していきますと、まあ、パンチね、ボールをバチンと打つような雰囲気のショットですから、ボールを捉えるところに全神経を集中させて、そしてフォロースルーをあまり取らないですから、こういう感じのショットですね。で、今見てわかるようにこのショットは少し直進性がある、そういうショットになります。ですから短いクラブ、ウェッジとか9番アイアンとか、こういうショットでは変に上に上がってしまわず、前にしっかり打ちながらもスピンがまあまあかかる、こういうショットなんですが、じゃあこれドライバーでやったらどうなるかということなんですね。ではそのドライバーショットでやる上での注意点、まず結論から言えば、やればできます。まず今みたいに打ってしまえばできるんですが、これ見て気づいた方いたらすごいですね。今打ったショットを見て、あ、これドライバーでやるとちょっと気をつけなければいけない部分があるんじゃないかな、それはボールが低く打ち出されていくので早く地面に落ちてしまうようなショットになってしまうよ、それでボールがあまり飛ばないということが起きてしまうので、それだけちょっと注意してほしいんですね。ですから少しボールが上がる、まあ、上がるようなショットを打つのであれば、どこまでこのパンチショットをやる必要があるのかっていうところは非常に微妙な問題なんですが、そもそも大きく振りたくないという方が結構いらっしゃるんですね。本当に小さいコンパクトにあまり大きく振りたくなくて、こんな感じで打っていきたいという方は今みたいに低くボールが飛んでよしとするわけです。で、この時にボールが上がらなくて飛んでいかないということが起きないように、少しフェード気味のショットをイメージしてあげると、このパンチショットは比較的うまくいきやすいと思います。ですから先ほど打ってるようなショットはボールがあまり上がらなくて早く落ちてしまってる、そこでパンチショットを打つんですが、フェースが少し開いて当たる、なのでちょっとだけスタンスを左に取り、腕のローテーションを少し抑え気味に、最初からフェースを開いてもいいんですが、とんでもなく右に曲がってしまう場合がありますし、このローテーションがそもそもあまりうまく入らないという方が多いので、あまり意識しなくてもいいと思います。ですからスタンスを少し左に向け、フィニッシュは肩の位置ぐらいで止めてあげる、ですからこういうイメージのショットですね。そうするとある程度高さが出ますので、そんなに遜色なくボールが飛んでいくと思います。そして極端に右に曲がったりすることもなく、緩やかにフェード、そして上がりすぎないし全く上がらないということもないようなショットが出ます。ですから狙ったところに本当にズバッと点をついていくようなショットになっていきますので、これでパンチショットみたいなショットが非常に有効で打つことができるということです。そして最後に一つ補足しなければいけません。それはショットがうまくいくかどうかということとはほぼほぼ関係ないといえば関係ないんですが、大事なことです。それはドライバーショットというのは遠くへボールを飛ばす、最大限飛ばすことを一つの目標としてやってますので、それを少し抑えていくという、これが自分の気持ちとうまく折り合いがついてないといけません。ですからこのショットを打ってる時に自分はこんなんでいいのかなと、もしくは振ってる中でなんで最後まで振らないの、それで止めてるのみたいなことを言われた時に、自分であこれで大丈夫、ちゃんと跳ねのけられる人でなければ、いやなんか本当にこれでいいのかなと悶々として答えが見つからずに少し不安なままやることになってしまう、ですからこれでいいんだと確固たる自信を持ってやる、もしくはこれを一つの通過点として最後のフィニッシュをしっかりフルスイングとして取っていく、
こういうショットを目指す途中経過として、これをちゃんと据えて、そこから一気にフルスイングを身につけていこう、そう思いながらやる、もしくは絶対にもうこれで誰に何と言われようと自分でも疑問を思わない、これで突き進むんだというような気持ちでやる、こんな風にですね、少しメンタル的にこのショットはフルスイングではない何かをやっているという、そういう状態になってますので、何かこれが正解で合っているのかなという不安になりやすいという一面がありますので、そこだけ自分に対してケアしてあげるといいのかなと思います。このパンチショット非常に有効なショットで、どのショットどのクラブでもできますので、やる分にはやってみてください。ただしそれぞれの番手で、少し気をつける部分がメンタル的にあるよ、そんなところだけケアしていただけるといいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。